現在、このビデオはご利用いただけません。23日午後、千葉県柏市で川で遊んでいた小学生の男の子3人が溺れ2人は救助されましたが、1人が意識不明の重体となっています。23日午後3時過ぎ、千葉県柏市の大堀川で釣りをしていた人から、子供3人が溺れていると警察に通報がありました。 警察によりますと、7歳と8歳の男の子2人は、近くで釣りをしていた人によって救助され、怪我はありませんでしたが、9歳の男の子の行方が、わからなくなったということです。その後、警察と消防が捜索したところ男の子はおよそ2時間後に、川の中に沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。警察によりますと、3人は、 市内の小学校に通う2年生と3年生で、当時、川岸で水遊びをしていて一人が川の中に入って行ったところ溺れ、助けようとした二人も溺れたということです。現場は住宅街の一角にある公園沿いに流れている川で、深さは深いところで4メートルほどあるということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。